東方寺子屋の時間だ。今日は何について話すの？今日は悲惨な過去を持っているキャラについてだな。悲惨な過去？あんたも結構悲惨じゃないの？私は悲惨かもしれないが、そんなに明かされてないからな。今回は設定が明かされているキャラに絞って紹介していくぜ。了解よ。何人ぐらいいるの？今回は7人紹介していこうと思うぜ。一応悲惨な順に順位付けしているが、主観的なものだからよろしくな。みんなの考えもコメントに残してもらえると嬉しいぜ。じゃあ、よろしく頼むわね。まず7位からだ。プリズムリバー3姉妹だ。ちんどんやね。悲壮感のかけらも感じない連中だけど、なんかあったの？まず3姉妹の生い立ちというか生まれたきっかけなんだが、遥か昔にプリズムリバー伯爵という人がいて4人の娘がいたぜ。3人じゃないのね。壮麗3姉妹の方は、まだ後の話だ。で、4人姉妹は伯爵から大層可愛がられて暮らしていたんだが、貿易商だった伯爵が幻想郷のマジックアイテムを手に入れて不幸な事故が起きてしまうぜ。幻想郷のマジックアイテムね、何があったのかしら？これについては詳しくは語られていないな。ただ4人姉妹の四女のレイラ・プリズムリバーの能力の起源に関係することになったらしいぜ。で、マジックアイテムを手に入れたせいで不幸な事故が起きてどうなったの？4姉妹は家族を失い、身寄りのない姉妹たちは別々に引き取られていくことになるぜ。一家離散ね。で、四女のレイラだけは思い出の屋敷から別れることができなくて、とどまることになるぜ。別々に引き取られていった3人はどうなったの？どういう生活を送ったのかは一切不明らしいな。かなり昔のことだから今では誰も知らないらしいぜ。そうなのね。で、レイラはその後どうなったの？自分の能力かわからないが最大限の力を使って姉たちの姿をした壮麗を生み出したぜ。これが幻想郷のプリズムリバー3姉妹だな。レイラが生み出したものだったのね。そうだな。最初のうちはレイラが感じてる姉たちの幻影幻聴に過ぎなかったが、いつの間にか会話し、一緒に生活するようになったぜ。なるほどね。幻想郷にはいつ来たの？この壮麗3姉妹を生み出した後だな。屋敷ごと幻想入りしたぜ。身寄りのないレイラとイマジナリーフレンド的な3姉妹だもんね。外の世界で忘れ去られて幻想入りしたのかもね。そうだな。で、幻想郷に来てからレイラにとってきつい生活を送ることになるぜ。そりゃ、実質一人で幻想郷に来た富豪の娘にとって幻想郷の生活が辛くないわけがないわよね。そうだよな。ただ、この壮麗3姉妹に助けられてなんとか生活することができたぜ。その後はどうなったの？詳しくは語られていないが、天寿を全うすることができたそうだ。もちろん壮麗である3姉妹の姿は変わらないけど、レイラだけ置いていく姿を想像すると込み上げるものがあるな。それでも天寿を全うできたのは良かったわね。そうだな。その後、主が消えた壮麗はそのまま消滅するはずなんだが、不思議なことに3人はそのまま存在を保ったんだ。死を強まる念的なあれね。よくわからないがそのまま残ったんだ。で、壮麗っていう名前の通り、想像しくやろうと思って楽器を手に取って練習してチンドン屋をやるようになったぜ。プリズムリバー楽団の始まりね。あれ？じゃあ楽器を始めたのはレイラの死後？そうだぜ。それまでは普通にレイラの姉妹役だな。そうだったのね。なかなかに悲惨な過去だったけど7位でいいの？まあ、レイラだけにスポットを当てれば天寿を全うしたとはいえ、かなり上位だと思うがな。壮麗3姉妹の方はレイラを見取ったぐらいだからな。レイラとの別れは悲しかったでしょうけど、逆に言えばそれまではレイラと楽しく暮らせていたということね。そういうことだな。よし、じゃあ次に行くぜ。6位は覚醒画だ。邪仙ね。自分勝手にやりたい放題してるやつだけど、辛い過去があったのね。そうだな。聖画の辛い過去は幼少期から始まるぜ。いきなりね。何があったの？父親が同郷にはまって聖画を置いて山にこもってしまったぜ。やっぱ宗教ってダメだわ。お前がそれ言っちゃまずいだろ。冗談よ。で、父親に捨てられちゃったわけね。そうだ。
セイガは父親が残していった本に興味を持ち、何度も読み返していくうちに同志に憧れるようになるぜ。カエルの子はカエルね。特にカセンコという同郷8000人の一人に憧れ、いずれ自分も1000人になり、父親に会うと誓ったぜ。目標ができたわけね。父親に捨てられたのはあれだけどいい感じじゃない。成長したセイガは名家である各家に嫁入りすることになるぜ。あれ？千人になるんじゃなかったの？ここからだ。名家で何一つ不自由ない生活をしていたんだが、千人になりたいという夢は持ち続けていてな。うつうつと生活しているうちに引きこもり、誰とも会話しなくなるぜ。うつになっちゃったのね。そんな日々が8年ほど経過したある日、突然セイガは家族に別れの言葉を言い、自分の部屋で眠り、そのまま目覚めなかったぜ。これはあれかしら？巫女たちと同じで視界線になったってやつかしら？ちょっと違うかもな。竹の棒を自分の死体に偽装したらしいから。まだ千人じゃなかったのかもね。それにしても、いきなり家族がこんなことになったら残された家族は悲しんだでしょうね。そうだな。何も知らない家族は悲しみながらセイガを埋葬したぜ。で、家族を欺いて千人になったというわけね。ただ、この家族を欺いたってのはまずかったな。千人としては若い姿を保ち、不老不死になり、ある程度の力をつけていたが、人前でははばかられるようなこともいろいろしたから、天からじゃ千人定されてしまうことになるぜ。自分の目的のためなら何でもする性格もまずかったな。自業自得ね。それだけ仙人になりたいという気持ちと父親に会いたいという気持ちが強かったんだな。まあ、その辺は同情できるけどね。で、しばらく仙人として活動するんだが、セイガは自分の力を人に見せびらかすのが趣味でな。いい趣味してるわね。全く同意できないわ。お前は自分の力を見せびらかしたりしないもんな。まあね、自分の努力で得たものでもないしね。で、青み目よは見せびらかしたかったんだが、同郷は結構普及していてな。仙人や同志は結構いて、そんなに珍しいものでもなかったんだ。なんか仙人なのに俗ね。承認欲求なんて欲の塊じゃない。そこでセイガは仙人がいない国である日本に行くことを決心するぜ。ああ、それで巫女たちに同郷の布教を行ったと。そういうことだな。それから1400年ほど経って心霊病の話になるんだが、この1400年については一切話がないぜ。謎ね。まあ、幼少期の出来事とかはちょっとかわいそうだったかもね。そうだな。これで聖画については終わりだな。ちょっと待ちなさい。大事なことを忘れてるわ。なんだ？父親とは再会できたの？残念ながら不明だぜ。二次創作で保管してくれってことだな。そうなのね。よし、5位だ。模倣だな。模倣って東方で言う悲惨な過去の代名詞みたいな感じだと思うんだけど5位でいいの？その辺も含めて解説していくぜ。よろしく頼むわ。まず、模倣は大昔、とある貴族の娘として生まれるぜ。あまり望まれた子ではなかったようで存在は隠されていたぜ。隠し子ね。お嬢様だったのね。そんな中、模倣の父親が家具屋に求婚して、無理難題を吹っかけられて恥をかかされるぜ。それ以来、家具屋を敵対視していたぜ。父親に恥をかかせたのね。じゃあ怒ってもしょうがないわ。いや、そう判断するのは早いぜ。いくつか考察要素があるから紹介するぞ。なんかあるの？まず、かぐやは求婚された側だ。かぐやは竹取物語のかぐや姫その人だから、それに沿って考えると。5人のかぐやに求婚した者に対して難題を出したんだが、なんで難題なんて出したと思う？そりゃ、結婚したくなかったからでしょ。聞き方が悪かったな。なんで結婚したくなかったと思う？いつか蓬莱の薬を服用した罪の刑期を終えたら月に戻らなきゃいけないとか、おじいさんおばあさんと離れたくなかったとかじゃない？まあ大体その辺が理由だと考えられるよな。その理由だとかぐやが結婚を断るのは妥当な理由だよな。ああ、無理言ってるのは5人の求婚した男たちって言いたいのかしら？そういうことだ。そもそも身分の高い5人の男から実質平民のかぐやが求婚されること自体、
好きに帰る予定のかぐやにとって迷惑でしょうがないだろ。まあ、言われてみればそうね。だから事情を完全に理解してなかったとはいえ、平民に身分の高い自分の父親が恥をかかされたって部分だけ見ると当時は常識かもしれないが、母校の父親が悪い部分もあるぜ。でも幼い母校にその辺はわからないんじゃない？そうだな。そこはかわいそうな部分があるよな。そういえば、母校の父親って何の難題をふっかけられたの？ここは明確になってないが、蓬莱の玉の絵の可能性が高いとされているぜ。ああ、前にも話したことあったわね。簡単におさらいだ。母校の父親が求婚し、かぐやが蓬莱の玉の絵を難題として出すぜ。母校の父親はわからないから職人に偽物を作らせるぜ。持ってきたことでかぐやは焦るんだが、職人が工賃をくださいと要求してきたのを聞いて、偽物だとバレてしまうんだ。母校の父が蓬莱の玉の枝を要求された人だとしたら自業自得だよな。どうしても結婚したかったって気持ちはわかるんだがな。そうね。これは恥かいてもしょうがないわね。で、母校の話に戻るんだが、かぐやに恨みを持った母校はどうにか一矢報いたいと考えるぜ。ただ近づくこともできずにかぐやは月に帰ってしまったと勘違いするぜ。地上人への恩と情があるかぐやは地上に残りたいと願うけれど、本来の竹取物語ならここで月に帰るのよね。でも東方の設定だと、ここから迎えに来た月の使者を一緒にいたエイリンが全員殺害して、山奥に二人で隠れ住むことになるのよね。そうだな。で、事情を知っているおじいさんおばあさんと帝に蓬莱の薬をお礼口止め料として渡すぜ。いつ渡したのね。それぞれどうなったの？おじいさんおばあさんは、何者かに殺害され、薬は行方不明だ。帝の方の薬は、かぐや姫のいない世界での不老不死には意味がないと考え、薬を富士山で処分しようとするぜ。おじいさんとおばあさん殺されちゃったのね。そっちの薬のありかは明らかになってないから、伏線になっているかもな。で、この富士山で処分しようとした蓬莱の薬を母校が奪って飲むことになるぜ。母校が恩人であるはずの岩笠から蓬莱の薬を奪ったやつね。不老不死になった母校は最初の300年は人間に嫌われ続け、身を隠し、次の300年は世の中を恨み、とにかく妖怪退治をして自己を保ち。次の300年ではその辺の妖怪では物足りなくなり、やる気を失い、次の300年で宿敵のかぐやを見つけ、生きる意味を見出すことになるぜ。それで家康に繋がるということね。かなり悲惨な過去なんじゃない？まあ、そうだな。だが、自業自得な部分も多いからな。まあ、結構母校がやらかしちゃってる部分はあるわよね。蓬莱の薬を奪って服用した点はちょっと擁護できないぜ。この花咲や姫にもちょっと原因はあったがな。自業自得な部分もあってもいいということね。じゃあ4位だ。小石だな。目を閉じちゃった悟り妖怪ね。こいつについてはあまり設定が明かされていないから、簡単な解説になるんだが、悟り妖怪ってのは、勝手に心を読んでくるから周りから非常に嫌われやすいんだ。そりゃそうよね。誰でも秘密はあるものだわ。周りに嫌われることに耐えられなくなった小石は心を読む能力を捨てることにするぜ。思い切りがいいわね。それだけ辛かったのかしら？多分な。で、無意識に行動し、誰からも嫌われないが好かれることもない存在になってしまったぜ。なんか存在ごと世界の外に、弾き出されちゃったって感じがするわね。そんなイメージだな。無意識下にいるせいで誰からも認知されず、ただフラフラしているだけだ。でも今はいろいろな人が小石のことを認知してるわよね。なんで？悟りに妹がいるってことから存在を間接的に認知しているだけみたいだな。なんか自分だけ幽霊になって生きてる人から全く相手にされない物語を思い出したわ。まさにその通りだな。小石に関しては能力が先天的なもので、どうしようもなかったってのが不憫なポイントだよな。どうにかなってるお姉ちゃんがいるじゃない。悟りは自分の能力について本当に素晴らしいどんな相手にも通用する最高の力と評価したり、自己評価が10点満点中11点だったり、自己肯定感が振り切れてるから参考にならないぜ。小石には真似できないほどのメンタルの強さだったのね。
唯一の救いなのが小石は今の状況を楽しんでいるということだな。よし、3位だな。ひじりだ。封印されてたお坊さんね。なんで封印されてたんだっけ？まずひじりには妙蓮という弟がいて、すごい力を持った伝説の僧侶だったぜ。自慢の弟ね。ひじりは年老いてから、その弟から法術を学ぶことになるんだ。だんだんと力をつけていったある日、弟が死んでしまったんだ。弟の方が先に亡くなってしまったのね。とても悲しんだひじりは死を恐れるようになって若返りの力を手に入れるようになるぜ。法術って便利なのね。いや、若返りの力は法術というか魔術、妖術の類だったそうだ。あ、そうなのね。あれ？魔術って言うともしかして車中の魔法かしら？成長を止める魔法か、確かにアリエルが若返ってるからな。別のものかもしれないな。そうなのね。じゃあ無事死から逃れることができたわけね。そうなんだが、ひじりは今度は自分の力がなくなることを恐れたんだ。貪欲というか恐れているというか、欲深いわね。自分の力は妖術でできているから、もし人間が妖怪を排除するようなことがあれば、自分の力が維持できなくなると考えて妖怪を保護し始めるぜ。あ、最初から人間と妖怪の共存を目指していたんじゃなくて、根本は自分の力を失わないようにするためだったのね。そうだな。最初は私欲で始めた妖怪の保護だったが、次第に妖怪たちの不憫な過去を知り、力になってあげなければならないと思うようになったぜ。妖怪側に情が湧いちゃったのね。一応表向きは僧侶として妖怪退治を行い、裏では妖怪を保護してる。こんなことを続けてればどうなるかは想像に難くないな。人間にバレちゃったのかしら？まあ、そうだろうな。妖怪の味方をしているとされて魔界に封印されることになるぜ。最初のきっかけは私欲だったとはいえ、人間と妖怪両方の味方だったのに一方的に封印されてしまうのは少しかわいそうね。まあ、中立の立場ってのは両者に過剰に接触するとトラブルになるのは当然だよな。ただ、善意でやってただけなのに1000年以上封印されているのはちょっとって思うぜ。人間たちはひじりをかなり恐れていたみたいね。思想的にまずいところはあったとはいえ、守っていた人間に封印されてしまったひじりが3位ってとこだな。よし、じゃあ2位だ。純子だな。ああ、なんかこいつは辛い過去があるって聞いたことあるわね。設定的には書かれてることは少ないんだが、結構印象的なものが多くてな。何があったんだっけ？純子の夫が純子の息子を殺しちゃったんだ。ん？自分の息子を夫に殺されちゃったの？そうだぜ。子殺しだな。そりゃ悲惨な過去ね。怒るのも仕方ないでしょ。そうだな。夫には復讐を果たして殺したんだけど、その夫には城賀っていう別の妻がいたんだ。神話らしい複雑な関係ね。で、夫の関係者っていう理由で城賀のことを恨み続けているぜ。関係者ってだけで恨まれちゃうのね。息子を殺したからな。よほど恨みが大きかったんだろう。あと神話だから普通のことだと思うが、浮気みたいなもんだからな。まあ、そうなのかしらね。今では、その恨みも純化して定期的に月を攻撃する自然災害みたいな感じになっているぜ。今の今まで恨み続けるってのは、やっぱり悲惨な過去に間違いないみたいね。さて1位は予想通りゆゆ子だ。東方で悲しい要素を挙げろと言われたら、まず一番に出てくるやつね。ゆゆ子の過去は死に誘う桜の木から始まるぜ。後の採用はやかしね。その桜の木の下で死期を悟ったゆゆ子の父親が自分の望みで永遠の眠りにつくぜ。それ以来桜はますます見事に咲き、それに魅了された人が追うようにして死んでいくぜ。いわくがついてきちゃったわね。いつしかその死の魅力を持つ桜の木は妖力を持ち始めたぜ。これが採用あやかしってわけね。で、ゆゆ子が出てくるんだが、ゆゆ子はもともと資料を操る能力を持っていたんだが、いつの間にか死に誘う能力を持つようになって、自分の能力で簡単に人を死に誘うことができるようになったぜ。
この能力を疎ましく思ったユユコは、自身の死体を最良あやかしの封印に使って自刃するぜ。なんかユユコは何も悪くなさそうなのに悲惨ね。で、今みたいに亡霊になるんだが、生前の記憶は忘れていて、生前はあれだけ死に誘うことを疎ましく思っていたのに、亡霊になってからは死に誘うことを楽しむようになっていたぜ。やりきれないわね。ユユコの生前を知っていたユカリからすれば、なんともやりきれない気持ちだろうな。でもほとんど能力を使っている描写ってないわよね。今はやたらと使うことはないみたいだな。亡霊になりたての頃は、よく使ってたとかじゃないか？なるほどね。繰り返すけどユユコに全く非がないのに、自刃して記憶をなくして生前の願いと反対のことをしているって本当に悲惨ね。まあ、今となっては亡霊の生活を楽しんでいるみたいだからいいのかもしれないがな。記憶がなくなったのは逆に良かったのかもしれないわね。さて、今回はここまでだ。他にも村里とか里の舞とかスイカ、小笠、フラン、私いろいろ悲惨な過去を持ってそうな奴がいるが今回はこの辺にしようと思うぜ。明確に分かってない部分は自分の想像や二次創作で保管するのがおすすめね。じゃあマリサ、長時間の解説お疲れ様ね。お疲れ様だぜ。